ボブくんは嫌だよ。残業はいいか。残業はまあいいか。最後に、しんさん、誠にありがとうございました。コーラル良かったね。ということで、後編は、アルケンサーバー、ダンボールサーバーの、右から、行こうかな。まずは誰だ？誰かな？ライトくんだ。めっちゃ良くね？めちゃ良くね？え？だって、ダメなとこ何ある？ない。なくない？本当に、だってアリケン様でもさ、めっちゃいいお兄ちゃんじゃない？あれ待って、ライトしか勝たんのか。え、だって、一緒にゲームやってても楽しい。めっちゃ喋ってくれる。ライトさんがいると雰囲気が良くなる。いいね。しかもゲームだけじゃなくて、大学も頑張ってるってことは、彼女ができても、彼女に対してもちゃんとしてくれそう。将来的にもなんか、ね、ちゃんと大学に行ってる。そう、大丈夫そう。うん。有料すぎるな。でもライトさん、なんか女の人、あんま好きそうなイメージない。なんかライトさん昔女の人あんまり好きじゃなくて、うん、なんかスプラトゥーンって女の人結構シヤホヤされてた部類だから、だから多分内地は絶対身内じゃなかったらミュートされてるんだろうなっていう話を昔したことがある。そういうことね。今は別にそういうのなさそうだけど、あ、でも逆に考えたらあんまり女の人にそういうシヤホヤっていう感情がないから彼女目線だといいのかもしれない。確かに他の女の心配がないってことね。自分の彼女だけをなんかちゃんと見てくれね。そうだね。リアルでもなんかすごいちゃんとみんなのこと気使ってたり、誰々いるか大丈夫かみたいな、お兄ちゃんって感じ。お兄ちゃんに、それってすごいいいね。純粋にどこも問題なさそう。次はくるくる。最近くるくるさんと仲いいんだよな。そうじゃ、なんか 1v1 とかよくやる、ね、くるくるさんはね、よくわからん、忙しそうな人。そうだね。でもなんかいろいろ頑張ってるし、将来的にはまあ絶対に大丈夫な感じはするし、あと何がいいかって、ゲームしてないのもいいよ。あ、そうだね。そう、時間作ってくれそう。アリケンさんがやっぱりさ、なんかゲームいっぱいやってるから、そういうプロゲーマーとかの人いっぱいいるし、ゲームやんなきゃいけないけど、一緒回ってくるくるさんとか競技出てないから、なんかエンジョイしてゲーム一緒にできる。確かに。それはみんなと違ういいとこかもしれない。あと気が本当にそこまで気使いますかみたいなところまで心配してくれるから、優しい、本当に優しいと思う。次はペガちゃん。次はペガ。問題児だな。まあでも本人がさ、俺女って子供嫌いみたいな言ってるぐらいだけど、でもなんかツイートとか彼女欲しいみたいな、そういうなんかツイートたまにしてるから、私よくペガサスに愚痴を言うの。したらなんか言い過ぎちゃうことってあるじゃない、止まんなくて愚痴が。そういう時に絶対にキューちゃんそこまでにしときなみたいな、それは言い過ぎ、そこまでみたいな、冷静にさせてくれる。感情的になんか女の子はなりがちじゃない。そうだね。それを止めてくれるから、そこはすごい、うん、大事なんだと思う。ペガちゃんが彼女いるイメージがつかなすぎる。つかない。しかも彼女と喧嘩したら一生なんかブチギレてそうなイメージだ。なんか一生喧嘩してそう。不手寝しそう。マジあれねとか言いそう。確かに喧嘩した時嫌だな。すごそうだな。うん、おお、頑張れ。あ、まだこれ年齢的にもね、まだこれからじゃない。若いからね。うん、次 TS うわ。TS くん。ここ問題点だと思うんだよね。クソだけくらん大丈夫。いや、なんか YouTuber としてはめちゃめちゃすごい、うん、そう、本当にすごい。もう尊敬しかしない。喋りとかも、あれ、なんか起こしてない？すごい。ほい、ナイス。本当にね、大丈夫かな、ペガサスと TS。 でもまだ2人は若いから、ね、まあ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 。なんか車来たよ。え、なに、暴れん坊すぎる。暴れん坊がやばい。すごい。ペイ。でも TS くん賢いぜ、めちゃめちゃ奥。すごいね、まあ、顔がいいね。顔が。あ、顔、そうだね、可愛いんだけどな。え、なにこれ、初めて見たんだけど。
ほー、キス美容にめっちゃ気使ってるから、はい、そういう話はしてて楽しそうだよね。キスくんでも知識すごい多いよ、うん、まあ喋りすぎてうるさいかもしんないけどずっと喋ってくれるし、うん、なんか喋りが苦手聞き上手タイプな子はすごい合うかも、ね、喧嘩になったロンパ、確かにロンパされます。だるだるやだ。でも喋りたい時は喋らせてくれるから、そこはなんか動画とかでも慣れてそうね。まあプロだな。プロだね。プロだ。今後に期待の TS ペガサス。そうだ。次、ワイルドホーク。なぜかガチ恋勢が少ないワイルドホークさん。問題じゃない？まあでも顔とかの面においてはすごく出た顔だけ。違う。わあ、危なー。ワイルドホーク顔がいい。英語も喋れるじゃん。結構は高いけど。高すぎるね。でも嫌だな。嫌なとこはね、あのね、リズくんとワイホさんの会話見てたらわかる。リザートとワイルドホークは似てるよね。え、しかもさ、うん、ワイホさんデリカシーがない。ああ、そういうところか。まあでも、ワイホさんのスペックは高いと思う。いや、高いね。なんでこんなガチ恋じゃいないんだろうね。次、ラズベルさん。ラズタンはカラオケが楽しい。一緒にカラオケ行ったらめっちゃ楽しそう。絶対楽しい。さあ、前からカラオケ好きな女の子とかはね、めっちゃ合いそうやね。あと、謙虚。そう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 。浮気の心配がなさそう。あと、顔がめちゃめちゃいい。なえちゃん見たことないか。ない。え、びっくりするよ。え、ラゼルこの顔みたいな。顔がジャニーズです。本当にジャニーズ。ラゼルさんもスペック高いんだ。そう。あとスポーツもできるし。ラゼル彼氏にすんのいいな。なんか問題あるかな、ラゼル。自分のことをちゃんと上手に言えないで喧嘩になりそうぐらい。本当はこう思ってたのにみたいな。話し合いちゃんとできる女の子だったら、いいね。合いそうですね。うん、じゃあ次、次。右側問題児ばっかりなんだけど。マジ、ボブ君は絶対付き合ったらね、女の子問題出てきそう。彼女欲しいの会代表の俺から言わせてもらうと、これ作戦があるんですよ。一回ちょっと電気を消しますね。どう？綺麗でしょ？なんか、ラブボブ君は嫌だよ。なんか女の子好き好きしてるから、まず付き合ったらなんで私だけ見てくれないのってなりそう。そう、それやっぱりさ、付き合ったとしても隠さなきゃいけないじゃない、私たちみたいなのは。公言しない方がいいんじゃない？うん、 YouTuber だったら。特にボブ君とかもう、そう、女の子ボブ君のガチ恋勢は100万人くらいいる、ね、本当に多い。ボブ君はもう問題児の一言でしか表せなさそう。そう、もうなんか付き合った彼女がかわいそうだから、なんかもう一生彼女できなくていいと思う。彼女欲しいって言ってればいいね。何？びっくりした今。こっちから喋っとんじゃ。喋っとんじゃ。あー、ごめん。なんでキューちゃんのこと殺そうとするのこいつ。キューちゃんフルパあるよ。あとフルパ食べます。うん、天才、天才すぎる。え、ボブの次はマフィン。なんかあるかな、問題。でもマフィンさんは別にどうしそう。よくない？ゲーム誘ったらやってくれる。あ、そう、結構イエスマンだよね。誘ってくれるし、ちゃんと。そう、だから彼女とかでも一緒にゲームやりたい人とかはいいかも。ねえ、なんか彼女との時間を作ってくれそう。あんな忙しそうなのに、うん、あんな忙しそうなのに、うん、あんなに一人でゲームやってる。確かに、なんで？なんで？なんで一人でゲームやってるの？友達に、ね、遊ぶ人いないからみたいな。あと誘わない、自分から誘わないから。あ、自分から言う人だったらいいかもね。一人でゲームできるタイプだから。でも誘ったら一緒にやってくれる。しかもさ、なんか人懐っこいよね、すごい。なんか賑やか、明るいね、うん、喧嘩してもちゃんと話し合いはできる、うんうん、なんかマミーさんはヤバい女に捕まらなかったらいい恋愛そう。確かに。次、ザンギ。ザンギはまあいいか。残業はいいか、残業はいいか。最後にキュンさん、誠にありがとうございました。もうシュンちゃん
悪いとこあります？いや私たちよくハリケーン様の人誰誰すごいよねって話してるけど、美少シュンシャンもすごいっていう話をしてる。そう、シュンシャンは本当に何でも頑張るし、ちゃんとやることやるし、結局多分シュンシャンしか勝たんのよ。 FNCS とかも結果めっちゃちゃんと頑張ってる分ちゃんと出てるし、なんか一番ちゃんと練習量がえぐい、ね、しかもイエスマンいいよいいよしか言わない。シュンシャンありえなしよって言ったらいいよいいよ、シュンシャン動画撮ろういいよいいよ、僕先お風呂入ってきていいとか、もうそれだけ。フットワークがさめちゃ軽くない？軽マジでとんでもないよね。なんでこの街こんなレベル高くなってんの？あー分からん。今回マッチやで、ね、なんでなんでこんなんなってんの？それな、え、やった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 、なんでこんなに、あ、資材ない、資材落ちてるじゃないかなと。やだー、強い強いナイス。ということでシュンシャンしか勝たんのか、これは。うん、シュンシャンが一番、はい、おすすめです。はい、もう彼氏すぐ欲しい方はね、もうシュンシャンに毎日 DM 送ってくださいということで、チャンネル登録と高評価、ナイちゃんの方のチャンネル登録と高評価もお願いします。みんなバイバイ、じゃねバイバイ。